どうも、ケイスケです。僕は YouTube で普段からカメラのことをいっぱい発信してるんですけども、例えばカメラのね、レンズのレビューとか、あとはこのカメラおすすめですよみたいな話を結構してるんですけども、やっぱコメントでよく来るのが、どういうカメラおすすめですかっていうのもそうなんですけども、こういう失敗談がありましたとか、例えば僕はね、ちょっとこれ重くて使わなくなっちゃいましたとか、そういう意見もめっちゃ来るんですよね。で、やっぱね、それもったいないなと。最近結構やっぱカメラも高級品になりつつあるというか、日本円のね、価値が下がってきてるんで、ちょっとね、致し方ないところではあるんですけども、やっぱその分、せっかくカメラを買ったのに、しっくり来ないっていうのが一番もったいないんですよ。ということで、今回はそのしっくり来ないポイントっていうのを解決するようなカメラ選びのポイントをご紹介したいと思います。結構僕が YouTube やってよく聞くのが、重たいから持ち歩かないとか、なんかテンションが上がんないとか、うまく撮影できないとかもあるんですけども、その辺の結構意見が多いかなと思います。そういうことにならないためにスペックだけじゃ見えてこないような選ぶポイントをご紹介していきますので、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいなと思います。早速いってみましょう。はい、ということで今回は、なかなかスペックからは見えてこないようなカメラ選びのポイントっていうのをご紹介していこうと思うんですけども、いろんなこうね、ポイントを今回ね、ご紹介するんですが、やっぱそれに沿っていくと、僕の中では結構ね、ソニーとかのカメラがおすすめにはなっちゃいます、全体的に。なんかね、富士フイルムのカメラとかも僕結構好きなんですけども、富士フイルム本当に今売ってなさすぎて、さっきね、公式サイト見たんですけど、マジで一個も売ってなかったんですよ。ちょっとね、手に入れられないところで、富士フイルムのカメラはやっぱおすすめしづらいなと思って、ちょっと省きます、それは。一応いろんな項目、重さとか、色味とかシャッターオンとかそういう話をしていくんですけども、そこでどういうカメラがいいかっていうのをざっくりね、ご紹介しつつ、おすすめのカメラこれですよっていう話はね、別の動画にしてありますので、ぜひそっちを見てくれると嬉しいなと思います。ということで、ここからご紹介するカメラ選びのポイント5つのうちのまず1つ目が重さです。これはね、確かにスペック表とかでも見えるかもしれないんですけども、実際に自分が許容できる重さがどのぐらいかっていうのがあんまり分かってない人多いと思うんですよね。例えば今までスマホしか使ったことないよっていう人で、なかなかねカバンも大きいの持ち歩かないよっていう人が、こういうさ大きいカメラを持っていっても、なかなか使えないわけですよ。なんですけど、結構普段からいろいろ持ち運ぶよっていう人であれば、そこそこ重たいカメラでもいいかなと思ったりします。で、あくまで僕の基準なんですけども、僕はだいたい許容できるカメラの重さ、カメラ、レンズ、あとマイクとかね、全部セットしての重さが、だいたい1キロ以下であれば結構楽に持ち運べるなっていう感じがします。1キロで言うと、持ってきますね。はい、1キロで言うと、このカメラ、ソニーの ZV、これ E1 というカメラなんですけども、に 50mm のレンズつけて、これでだいたい 800g ぐらいですね。で、プラス、マイクつけたりとか、あとはレンズのフィルターつけたりするとちょっと重くなったりして、っていうぐらいだと結構軽く持ち運べるなっていう感じがします。もうプラスアルファでね、1キロ、1.2 キロぐらいまでであれば、僕は結構許容範囲かなっていう感じがします。で、ほんとこれに関してはマジで賛否があって、これよりちっちゃいカメラでも、やっぱ重くて持ち運べないやって人も結構います。なので、実際にやっぱカメラ屋さんとかに行って自分で持ってみて、この重さなら許容範囲かなっていうのをやっぱね、見てみるのが一番ベストです。ベストなんですが、このね、カメラ全体、カメラとレンズ含めて、1キロいかない600、700ぐらいだったら、かなり軽いなっていう風に感じると思います。ってことで、その辺のおすすめのカメラみたいなのを紹介しておくと、今のところパッと思いつくのはやっぱソニーとオリンパスのペンシリーズとかですね、その辺のカメラは結構おすすめかなっていう風に思います。はい、ですね、カメラにはセンサーっていうカメラのね、画質を決める、心臓みたいな部分があるんですけども、こっちのカメラに関してはフルサイズセンサーっていうのを積んでて、こっちはね APS-C っていう一回り小さいセンサーを積んでるんですよね。で、この APS-C っていうセンサーを積んでるやつの方が比較的ちっちゃくなりやすいです。例えばね、同じぐらいの広さで撮れるレンズでもこのぐらいのレンズの違いがあったりとかするので、ボディだけでももちろんね、ちっちゃくなるんですけども、それ以上にレンズもね、小さくなったりするので、軽くいきたいっていうんであれば、こういうね APS-C っていうセンサーのものだったりとか、あとはさっき言ったオリンパスのペンっていうのはマイクロフォーサーズっていうね、もう一回りちっちゃいセンサーなので、そういうカメラの方が結構持ち歩きやすいかなと思います。で、結構ね、本当に重さが一番よく効くので、ぜひまず重さをね、体感してみてください。
そしてカメラ選びのポイント2つ目がですね、色味ですね。この色味っていうのは編集した後の色味とかそういう話ではなくて、このカメラのモニターにここに映る色味のことを僕は言ってます。やっぱりですね、結構写真を撮ってる時にもともと撮る時点で色味が結構おしゃれな感じになってるというか、あーテンション上がるなっていう感じになってるかどうかって割と大事だと思うんですよね。なんでその色味もかなりね選ぶポイントとして大事かなと思います。で、色味っていうところで言うとちょっと難しいんですけども、まあソニーかパナソニックが僕は結構元の色味は好きかなと思ってます。ソニーはねかなり SNS 映えする色味が元から撮れるっていう感じで、パナソニックのカメラよいしょ、はい、こういうパナソニックのカメラは中にねリアルタイムラットっていう自分で作った色のフィルターみたいなのを入れて、その色でね撮影することができます。まあ、他のカメラ、まあ、キャノンとかニコンとかっていうのはもともとねカメラの中に入ってるフィルターから選ばなきゃいけないんですけども、まあソニーはそれがねすごく優秀だったりするし、パナソニックに関しては後から自分で入れられるというのがかなりいいなと思っています。まあ、ただなんですけども、このソニーの新しいいい感じの色味とかパナソニックのこのねリアルタイムラットっていう機能って、まあ、ちょっと高いカメラにしか入ってないんですよね。なんで、ソニーで言うとその機能が入って一番安いのは α6700 っていう、さっき言った APS-C っていうセンサーのねカメラなんですけども、まあ、そのカメラがちっちゃくてかつ色味もねいい感じに撮れていいんじゃないかなと思ったりしますし、まあ、パナソニックの僕の使ってるこのね S5II はすごく動画もね写真も性能が良くて色味も自分でいじれるのでかなりいいなと思っています。まあ、それ以上安いっていう感じになるんであれば、実際そんなにねメーカーごとによって撮れる色味っていうのが変わるわけではないので、まあ、どのメーカーでもそんなに大きくは変わらないかなっていう感じではあります。まあ、さっきあんま紹介しないって言ったこのね富士フイルムのカメラはフィルムシミュレーションって言ってちょっとね独自のシミュレーションを使って、これはこれで面白いんですけども、まあいかんせんね売ってないのでちょっと省きます。ケイスケの動画、お次選ぶポイント3つ目がこれあんまり重要視されないことが多いんですけども、ファインダーです。まあ、ファインダーの画質とかもね結構関係があったりするかもしれないんですけども、僕はファインダーの有無がだいぶ大事だと思っていて、ファインダーがあるのとないのとじゃあ結構写真への集中が違うんですよ。やっぱりこうやってモニターを見ながら撮影をするのとファインダーを覗きながら撮影をするの全然見え方が違うんですよね。本当にファインダー覗いてる方が写真にグッと集中ができるんで、写真の楽しさっていうので言うと絶対ファインダーがあった方がいいです。例えば僕の持ってるこのね ZV-E1 とかはファインダーがないですよね。結構ねあの動画で紹介してると、そもそもファインダーって何っていうね話を聞かれることが多いんですけども、ファインダーっていうのはこのね覗き穴のことです。こうするとまあ余計なねものが目に入らないので、かなりね絵に集中できたりします。なんで写真メインでやっていきたいっていう人はやっぱファインダーが重要ですね。で、今のところ紹介してるの全部ねミラーレスっていうカメラで、まあ今ね主戦場になっているカメラっていうのは一眼レフではなくミラーレス一眼っていうジャンルなんですよね。で、一眼レフとミラーレス一眼でそのファインダーの違いっていうのがあって、一眼レフっていうのはここがね反射して外の景色が直接見えるようになってます。対してミラーレスっていうのはこのファインダーっていうのも電子ビュー、要はモニターになってます。まあ、多分よくスマホとか使う人にとってはやっぱファインダーもね電子であった方が映像も見やすいと思いますので、一眼レフよりもやっぱミラーレスの方がねファインダーもいいんじゃないかなと僕は思います。でもこのファインダーはもう基本的にはどのカメラにもついてるんでそんなに気にしなくていいかもしれないんですけども、結構値段安めにしていくと、例えばソニーの ZV-E10 とか、あとはニコンの Z30 ってカメラがあって、この辺ね結構安くて割と初心者の方買ったりもすると思うんですけども、この辺のカメラは結構動画に向けて作ってあるので、割とねファインダーがなくて写真は正直面白くないかもなっていうふうには思います。なんで写真をより一層楽しみたいっていう場合はやっぱね他のファインダーがあるカメラの方がより一層楽しいと思いますので、カメラ選びのポイントの一つとして考えてくれると嬉しいなと思います。で、選ぶポイント4つ目はですね、シャッター音です。これはもう本当に好みによるから何とも言えないんだけども、まあ、シャッター音結構ね僕は大事だと思うんですよね。シャッター押した時のこのカシャっていう感じ、例えば富士フィルムだったらこういう感じ、このねなんかパシャッと閉まる感じとか、あとは微妙にこのシャッターが降りた時に手に伝わってくる振動とか、その辺が僕は結構好きなんですよね。なのでシャッター音を割とこだわったりするんですけども、言うて僕が一番好きなシャッター音何かって聞かれた時に、あの持ってないカメラのニコンのシリーズのシャッター音は結構好きです。ニコンの Z7 とか Z6 っていうねシリーズがあるんですけども、あの辺のシャッター音実は好きで、結構そのシャッター音欲しいなとは思ってるんですけども、僕のね持ってるカメラたちにはそのシャッター音入ってないという感じです。ちなみにルミックスは
こんな感じですね。うん、ルミックスも悪くないですね。いい感じのシャッター音。結構ね、ニコンのシャッター音は一眼レフライクなシャッター音というか、なんか昔の一眼レフのフィーリングをすごい再現してるような感じがして、僕は結構好きです。はい、まあ、本当これはね、好みにもよるし、結構このね ZV-E1 とか最近はシャッター音のないカメラっていうのもあったりするんですけども、やっぱねシャッター音がある方が僕は好きなんだよな。これ好みによるのかな。シャッター音ないとなんか撮った気がしなくて、僕はね結構シャッター音ないカメラ苦手ですね。で最後選ぶポイント5つ目なんですけども、5つ目がモニターのアングルです。これ何かっていうと、ここのモニターですね、これ上にねこうやってピョンと上がるタイプのものをチルト液晶って言います。に対してモニターがこうではなく横に開くタイプのもの、これをバリアングルって言います。で、まあ、もちろん世の中にはいっぱい種類があって、チルトしながらバリアングルにね、どっちの機能も備えてるみたいな、そういうモニターを持ったカメラもあるんですけども、基本的には大きく大別するとこのバリアングルか、あとはチルト液晶というものになります。で、サクッと紹介するとチルト液晶の方が写真は撮りやすいです。バリアングルの方が、まあ、動画は撮りやすいというか自撮りがしやすいっていう感じですね。バリアングルだとやっぱね自分の顔を見ながら撮影することができるんで、よく自撮りをするとかみんなでこうやって撮影したいよっていう時にはやっぱりね、バリアングルのモニターを持ったカメラの方がいいのかなと思います。なんですけども、風景の写真を撮りたいとか人の写真を撮りたいとかそういう時にはこのバリアングルよりもチルト液晶の方がいいシーンっていうのがあって、例えばこのね、チルト液晶ってやつなんですけども、これってこの光軸っていうんですけども、このファインダーレンズの位置とモニターの中心がほぼ一緒なんですよ。なんでこうやってモニターを見ながらこういう風に自分を中心にして画角を角度を調整することができるというメリットがあります。対してバリアングルっていうのは横に開くのでちょっとねこの中心がずれるんですよ。モニターの中心がずれちゃうということで見え方が変わっちゃうんですよね。かなり自分を中心じゃなくなっちゃうので、そこは結構難しいところだなと思います。まあ、これはねもう本当に慣れの問題だと思うんで、人によってやりやすいとかやりづらいとかそういう話あると思うんですけども、まあ、メインで写真を撮りたいよって人はチルトの方が多分やりやすい。で自撮りとかしたいとか、まあ動画メインというか、まあ、自撮りをするとか、そういう人とかはこのねバリアングルの方がいいかなと思います。まあ結構ねそれはカメラによって本当スペックによって全然変わってくるので、まあ、このチルト液晶かバリアングルモニターかっていうのはカメラによって全然違うので、あこのカメラいいなと思った時にぜひそのねカメラがどっちのモニターを採用してるかっていうのをぜひね見てあげてください。ケイスケの動画。はい、ということで選ぶポイントを5つ紹介してきました。まあ、この辺はスペックじゃちょっとわからないところというか、結構ね、なんだろう、僕もカメラを紹介するときに割とこうスペックベースで紹介しちゃうんですよ。例えばオートフォーカスの速さとかもそうだし、あとはレンズの種類とかね、それとかあとなんだろうな、まあ、動画の画質とかですね、 4K で撮れるとか 10bit っていう、まあ、色情報の多い状態で撮れるよとか、そういう要はカメラの持ってるポテンシャルについてよくね話したりするんですけども、それなんでかっていうと、やっぱいろんな人がね僕の動画を見に来てくれるので、そのいろんな人に対して失敗しないカメラを勧めるっていう時にはそういうポテンシャルの部分がめっちゃ大事だと思うんですよね。なんですけど、それ以上に自分に合ったカメラを探すっていう時にやっぱ人によってどういうものが欲しいか、どういうところで使うかっていうのは全然違うと思うので、今回のカメラ選びのポイントっていうのをぜひ参考にしていただいて、あそういうポイントでカメラ見ればいいんだと思っていただいて、まあ、カメラ屋さんに行ったりとか、自分がこれカメラ買おうかなと思った時に、あそういやこのカメラって例えば重さどうなんだろう、モニターってどうなんだろう、ファインダーついてるのかなっていうのを見てくれれば嬉しいなと思います。今買うべきおすすめのカメラのお話っていうのは別の動画でご紹介しております。概要欄にねリンクを貼っておりますので、まあ、今回の選ぶポイントを見ていただきつつ、そのおすすめのカメラっていうのを見ていただきつつ、総合的に自分でねこれがいいなっていうカメラを見つけていただければ嬉しいなと思います。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また写真動画付きのコミュニティ屋根裏もやっております。みんなでフォトボーク行ったりとか遊んだりとかいっぱいしておりますので、ぜひ気になる方は入ってくれると嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。